はい、皆さんこんにちは、こんばんは。バリトレゴの味方、堀です。このコーナーですね、一問一答ということで、僕がよく受け付ける質問をですね、お答えしていこうかな。3分から5分ぐらいかなで、やっていこうと思います。それではバリトレゴの味方スタート。はい、今回の質問はこちら。おすすめのナイトスポットは？ OK、ナイトスポットですね。僕今、2年半バリ島にいますが、ナイトスポットに出かけたことはそこまで多くない。夜遊びが好きな方々に比べれば知識は乏しいです。まあそれ前提にあり、おすすめのナイトスポット、1個あげる。いや、3つあげましょう。3つあげましょう。ジャンルがまた違う3つをあげたいと思います。1個目、スカイガーデン。これね、レギアン通りっていう、レギアンですね。レギアン地区にあるレギアン通りっていう、まあナイトクラブが多い通りの一番大きいクラブです。で、まあ食べ放題、飲み放題が、5時から9時まで、10時まで、まあちょっと調べてください。やってるんで、そこ目指して行ってそのままずっといる、でもいいと思います。かなりね、人が集まって、もうバリのクラブ系で一番、盛り上がる場所ですね。まあ、スカイガーデンという場所があります。2個目、ビーチクラブ。これはですね、またクラブっていう名前がつきながら、またちょっと違った雰囲気です。もうちょっと大人な雰囲気で、どっちかというとしっとりしたナイトスポットですね。で、ビーチクラブも、いくつかあります。まあ、有名どころで言えば、クーデターとかポテトヘッドとか、なんか、国民ビーチクラブとか、いろいろあります。で、プールがあるんで、ぜひぜひ水着で行って、プールでちょっとお酒飲みながら、なんか流行りの音楽が流れてるみたいな雰囲気ですね。で、値段はちょっと高めです。うん。お酒一杯1000円を見積もっていればいいかなっていう感じです。なんで、まあ、いる層もちょっと、富裕層的な、若くて、みたいな人たちは少ないかな。そういうのが好きな方はぜひぜひ、ビーチクラブがいいですね。で、三つ目。これね、まあ、バー的な話ですよね。バー、もっとしっとり系のバー的になると、この間ね、編集部の面々と行ったお店が、ファイブバレルスっていうところがあります。クタですね。ファイブバレルス。まあ、カイリーが動画じゃねえや、記事にしていたので、ぜひぜひそちらをご覧いただければと思うんですけど、なんかね、バリ島ってお酒高いんですよ。一杯、まあ1000円。ちゃんとしたところ飲めば2000円とかするんですけど、安くても500円とかは、ビールとか、なんか瓶の隅の布みたいなのを除いてですよ。それはまあ比較的安めなんですけど、カクテル類ですね。ちょっと度数の高いお酒が使ったものはね、値段がやっぱ1000円ぐらいしちゃうんですよ。で、ファイブバレルスが、なんかね、なんか、1杯頼むと2杯来るらしいよ。いや、これもね、記事書いた帰りでさえ、よく何回も聞いたけど、なんかわかんないけど、プロモが、開店中はずっとプロモで、1杯頼むと2杯来るんだよね。なんか、そんなお得なお店があるんですよ。って考えたらかなり。で、お店の感じもすごい良かったですね。まあ、こんな感じ。うん。あとはこれ。どうでしょう。まあ、こんな感じですね。まあまあ、ファイブバレルスも良かったです。はい、ということで今回の質問と回答はこちら。おすすめのナイトスポットは、スカイガーデンビーチクラブファイブバレルス。はい、ということでいかがでしたでしょうか。皆さんのご旅行のご参考になれば幸いです。僕らですね、バリ島旅行の味方というメディアを運営しています。こんな感じ、まあお土産だったり、あとはなんだ、女子旅についてだったり、まあいろいろバリ島の危険とかね、ちょっとバリ島旅行する方に参考になるような、サイトを目指してやっているので、ぜひぜひ、そちらもご覧いただければ嬉しいです。それでは今日はこの辺で、バリ島旅行の味方これでした。このシャツ、ちょっと僕日本に帰っていたんですけど、2週間ぐらい、1月の頭ですね、2週間ぐらい帰ってたんですけど、
この服ね、ザラでね、いくら780円とかだったんですよ。こんな感じです。普通に良さげじゃないですか、ね、ちょっとね、あのただね、サイズが XL だったんで、もうこう着るしかないよね。ちょっと大きめでいいかなと思って買いました。それはね、やっぱ日本に帰ってね、いい、帰っていいとこですね。冬に日本帰るっていいところは、夏服が安いというところですね。うん。